皆さんこんにちは、リズです。こんにちは、おーちゃんです。いや、おーちゃんさ、ご飯にのせるご飯のお供的な感じなので、うん、なんか好きなのとかある、うん、私絶対にこれが一番だと思ってるものがあって、うん、ちりめんじゃこです。あ、ちりめんじゃこ、ちりめんじゃこ食べないな。京都に売ってるちりめんじゃこ、あれうますぎる。めっちゃ美味しい。そうなんだ。逆にある？私はね、すじこが一番。すじこ、うん、すじこね、珍しいじゃん。ということで、今回は二人でご飯の最強とはどれだ対決をしていきたいと思います。イエーイ。でもさ、ん、あれ何これ。なんかこれめくれるようになってるけど。いや、このままで大丈夫です。え、これちょっとめくっちゃってもいいですか、とりあえず。まあ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 、まあ、ちょっとめくりますよ。はい、めくっちゃっていい？いいよ。うわー、最強お供はどれだということで、なんかすごい今日のだけあって、ね、最悪って感じね、今日ね。これね、さっきさ、うん、ご飯のお供で何が好きって話したじゃん、うん、でも見てる方はさ、美味しいご飯のお供食べてても面白くないなって思っちゃったから、今回は普段私たちがご飯のお供に合わせないご飯のお供を選んでみようみたいな感じで、最強にして最強のご飯のお供を選び出そうっていう企画です。なるほどね。まあ、確かにね、いい意味の最強だった。私もちょっと面白くないんじゃないかなと思って、うん、まあね、逆に嫌な食材を選んでもしかしたら合うかもしれないということでね。あ、そうだよね、まあ、挑戦していきたいよね。ということで、今回はご飯の最強丼はどれだ対決をしていきたいと思います。ルールは簡単。私たち2人が事前に相手に食べさせたい最強のご飯のお供を4品ずつ準備。これに他の仲間が考えた2品も合わせて全部で10品を用意。それを交互に食べていきます。まあね、でもそれだけだとつまらないので、今回はこのね、目隠しをしていきたいと思います。いやね、今ね、この企画ね、考えたことすごい後悔してる。あの、私も、うん、でも、もしかしたらね、あれ意外なんじゃないみたいなものがあるかもしれないから。そうだよね、早速ね、準備していきましょうか。そうだね、はい。でもその前に、このチャンネルでは毎日を楽しくをモットーに様々な情報をご紹介していますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、これはですね、じゃがりことからしです。はい、なんでかっていうと、まあ、じゃがりこってちょっとしょっぱいねだと思うんですけど、まあ、それにね、からしを加えたらなんかアクセント加わって美味しくなるんじゃないかなと思ってやってみます。はい、今お風呂場にいるんですけど、準備をしているので、ここでイヤホンをつけながら音楽を聴いてまずいきたいと思います。え、できました。じゃがりこからしです。結構からし多めに入れちゃったんですけど、まあ、同じ黄色なので大丈夫かなって思います。はい、できました。ちょっと溢れ出ちゃったんですけど、美味しそうですね。無糖ヨーグルトとフルグラをかけていきます。これはね、単体では美味しいんですけどね。はい、今私はお風呂場で待機しています。今ね、リズちゃんが作っていて、結構やばいものになるんじゃないかなと思ってます。まあ、ワクワクしながら待ちたいと思います。なんでそんな組み合わせにしたんですか？ちょっとパフェっぽくしました。ちょっと豪華に完成です。1から10番に並べていきます。なんとなく、おーちゃん作ったやつをこれとこれと1から10、こんな感じです。では2人に食べてもらいましょう。終わりました。はい、今ここに私たちから見えないようにね、最強のお供が10品並んでると思います。それぞれに番号が付けられていて、それと同じように1から10の番号をお互い引いて、その番号のお供を食べていくっていうようにしていきたいと思います。じゃあ順番どうしよっか。じゃんけん、じゃんけんしよう。じゃんけんしよっか。負けた方から、勝った方から。負けた方から、はい、最初はグーじゃんけん。わっ、やだ、本当にやだ。プロボット
私から始めたいと思います。はい、はい、じゃあまずくじを引きます。じゃん、変なだじゃん、4番です。4番です。目をつぶっていただいてね、はい、4番です。おお、美味しそうだね。普通に結構きっかけでね、はい、いきます。大丈夫、もう大きかったかな。これ食べれないかもね、一口で。なんか、なんか、なんか、あ、はい、なんとも言えない酸っぱく無って感じです。ちなみに何だと思います？あ、これは絶対に私のだと思います。これはヨーグルトにグラノーラだと思います。正解は、はい、はい、正解です。え、どう、これ本当に何か、いや、というか、やんない、自分では。なし、そう、普通になんか無糖ヨーグルトなんで普通に合わない。あーね。じゃあ次は私がくじを引きたいと思います。2番でお願いします。はい、2番はこちらです。はい、やばい、なんだろうこれ、え、なんだろう、あ、なんだろう、普通に美味しいのかな。じゃあこちら行きたいと思います。待って、本当にやだ、大丈夫、本当にやだ、ちょっと待って、一回ちょっと待って、本当に待って、ね、虫じゃないよね、先生教えて。大丈夫大丈夫、一発目虫じゃない、大丈夫大丈夫大丈夫、本当に大丈夫大丈夫、本当に、うん、本当に、うん、分かった、はい、あ、分かった。待って、よかったよね。うん、分かりました、これ、はい、なしじゃない、なしじゃない、うん、これ一杯食べてと言ったら意外といける。あ、ほんと、なしそれ、めっちゃいいじゃんね。めっちゃ美味しい。え、これじゃがりことからしですね、これ私の。え、そうなの、いいですか、開けて。へ、じゃがりこ、これじゃがりこなんだ、の味が来るので美味しいんですね、めっちゃ。私の2品目いきます。9番です。9番はこちらです。何だこれ、あれ、はい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 、いきますよ、はい、待って、匂い分かったかも。え、匂いだけじゃない、待って、うわ、最悪、はい、はい、あ、いいですか、待って、ちょっと待って、はい、どうぞ、美味しいですか？ダメだ、辛いわ、そんなに、そんなまずそうじゃないのに、見た目辛いわ、辛いんだ。え、わさび、うん、わさびか、抹茶とわさびでいきたいと思います。待って、気持ち悪い、うわ、吐きする、無理、完成です。わはわはまっはわさびと抹茶ね、うわ、わ、うわ、自分のしか食べないなんて、私は本当に普通に美味しく食べてるので、ぜひとも当たってほしいですね。8番、8番はこちらです。え、なんだ、あ、はいはい、うえ、ま、なになに、これ思ってたのと違う、なにこれ、なに、なに、なに、なんか泣いてる。海苔とメープルです。メープルと海苔を使って作っていきたいと思います。で、なんでね、メープルに海苔かっていうと、結構海苔の佃煮とかもメープルを使って作ることが多いそうなんですよね。試したいですよね。じゃあ、完成しました、メープル海苔です。絶対佃煮です、これは。ああ、まあいけるんじゃない、あれ、うん、これちょっとなんか泣いてる、なんかめっちゃ大丈夫なのたくさん食べてる、ね、苦手じゃない人は苦手じゃないと思うんですけど、私メープルに海苔とかが無理で、絶対佃煮です、これは。あ、無理だ、
なんか甘いのとご飯は私は好みではないので、なるほど、ちょっとおってなっちゃったけど、でもなんか佃煮かって言われると佃煮っぽいような気もする。じゃあ次は私の3品目、はい、6番です。6番は笑わないでください。美味しそう、美味しそう、ちょっと開けて口、はい、うん、もうこれ天下風やメロンのグミですね、これは。ハリボーのスイカ味を電子レンジで溶かしていきます。じゃあこの溶かしたグミを乗せます。完成です。グミ？あ、グミなの？すごい海外のグミって感じの、もう歯にこびりつく感じで斬新ですね。今のところどうですか？今のところ私は、まあ、まあまあなしじゃないかなってものが当たってると思います。いや、私はちょっとや、ね、自分的にこれは最強だなと思ってるのが当たってるので、なので、うん、まあまあ引いてください。はい、7、7です。耳塞いどこ、怖い。はい、行きます。やばい？わかんない。何これ？私のか、これ。え、そうなの？プリンと醤油？このプッチンプリンと。皆さんお気づきでしょうか？彼女はミルクコーヒープリンを買ってきました。醤油をね、混ぜて作るんですけど、なんかプリンと醤油を混ぜるとウニの味になるって有名な話があるじゃないですか。だから今回はね、本当にそうなのか試したいと思ってちょっとやってみます。これできました、ウニです。知らない。嘘。正解です。知らない。待って、一応何だったってよ。でもウニだと思ったんですけど、ウニじゃない。なんかプリンの味がすごいみたらし的な、うん、甘い。あ、なるほどね。では私が引きます。5番です。梅干しですね。ただ梅干し、まあ、酸っぱいじゃないですか。その酸っぱいのと苦いものを合わせて人の味覚はどっちを感じるかっていうのをやってみたいと思います。苦いのと酸っぱいのどっちを先に言うんですかね。酸っぱ、苦とか。これで完成です。あ、辛い。あ、怖い。酸っぱいだけですか。辛い。辛い。そのまま梅干し食べれない。梅干しにこれをかけたんですよ。待ってください。あ、何これ。梅干しに酸っぱいのと苦いのどっちが勝つかなと。どっち勝つ。でも辛いだろ。プーがマフスか。マフかグーのかもしれない。でもさっきの後遺症、苦味が今来た。舌がしびれ始めて、やばい、なんかすごい汗かいてきた。できます。すごいね、これ。はい、10番。10番はやばいの？こちらです。あ、はいはいはい。え、自分の？本当無理、本当無理。これはやばい。
なんかすごい匂いしてる。助けて、助けて、お願い。まよくないんだけど、あ、もう飲み込めないです。メンタルがすごくて。なんだよ、それ。バタフライか。バタフライって言ったらメンタルです。ね、バタフライティーと、このミンティアを使ってバタフライピー茶漬けを使って作っていきたいと思います。で、このバタフライピーね、双葉を作ってみた動画でね使ったと思うんですけど、これを活用していきます。で、まあね、なんでミンティアを入れるかというと、お茶漬けって大体あられとか入ってると思うので、まあ、その代わりになるかなと思って爽やかなミンティアを用意しました。できました、バタフライピー茶漬けです。これもう色からして気持ち悪いんで絶対当たりたくないです。すごいミンティアの匂いする。でもこれ多分朝起きた時とかに食べるのはいいかもしれないです。じゃあ最後好きな数字。あまり何？そう見てみて。三と一どっち好き？せーの三。なんだよ。チャグルジップ。どっちが好き？はい。一。じゃあ一から。じゃあ一からいきます。一番です。あーいいな。どんな味ですか？マサオはふわふわ。シュークリームにマスタードを混ぜていきます。ハニーマスタードとかあるじゃないですか。それでちょっとこのカスタードと混ぜたら甘くなって美味しいんじゃないかなっていうのと色が似てるので、あの混ぜたら分かんないんじゃねっていうことでこれにしました。これで完成です。あのシュークリームは甘いのでマスタードと混ぜたら美味しいかなと思ったんですけど、ね、もうマスタードが辛すぎてもうフークリームがもう負けてました。はい、やばいです。はい、やばいでしょうね。わかんないよ。はい、どうでしょうか、ね、飯じゃなかったら何でもいいや。お願いします。3番いきます。3番です。やばい、ね、やだ。なんで、全然本当？なんで動くの？あー、これやばいわ。匂いで分かった。何？え、これ美味しいでしょ。でも多分美味しいと思う。これ待って、え、大丈夫だよこれ多分。本当に？うん、これ普通に食べるもん。見ないでおこうかな。美味しいです。ほら、味的にもパリパリコリコリ。まず食べ終わってからいいですか？うん、食べた。一旦飲みな。一旦口に入れて飲みな。二人ともアイマスクしてもらって奥へ。はい、でも本当に美味しかったです。これはマジで美味しかったらしいです。普通に美味しい、うん、はい、取ってみてください。え、何？あ、ね、バッタ？バッタ？え、嘘？え、なんかさっきと全然違う。うわ、昆虫館ですね。バッタの昆虫館なんですけど、さすがに昆虫は嫌だっていうのを事前に散々言われてたので、まあここは忖度して煮干しにしました。煮干しのふりかけを出していきたいと思います。2人には昆虫だと思わせて煮干しを出すというドッキリを仕掛けていきたいと思います。バッタちょっとマジで綺麗なんだけど本当に。え、これですか、さっきの。え、これ、え、これバッタと何か混ぜました？あ、混ぜたんだ。というドッキリです。なんだ、びっくりした。よかった。だから美味しいのか。よかった、ね、ずるいわ、ずるいわ。それはずるい。いや、マジで美味しかった。よかった。でも、ね、バッタと似てるんですかね。これ食用らしい。じゃあ食べてみて。いやだよ。いけたかもしれない。いや、大丈夫です。いや、本当に大丈夫です。いや、やめよう。なんか見て食べたくない。あ、でも違う。いただきます。食用って書いてありますもんね、うん、バッタいきます。え、味のないエビの皮みたい、殻みたいな。え、無味だ。それは無味か。これだけでいい、うん、無味。
い、ということで最強のご飯のお供ってことだったんですけど、はい、どうだった？自分のしか当たんなかったの。そうなんだよね、自分がね、そう、私がおーちゃんに食べてほしいと思って作ってきたものを全部自分で食べちゃうことになっちゃって、そう、まあ、それがね、ちょっとうんって感じだったけど、うん、でも私の中でベストワンはじゃがりこからし、そしてあ、もうこれ絶対一緒にやんないぞっていうのがバタフライピーとミンティアの茶漬けです。私は強いて言うなら、お供にするならヨーグルトとグラノーラ、で、絶対にしないようは梅干しとこのお茶のです、ね、はい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 、やっぱこれが強いんだね。もうしびれちゃって、もう震えが止まらなくて、うん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 、皆さんはね、こういう最強のご飯の友じゃなくて最強のご飯の友を、ね、意味で最強のね、楽しみください、はい、はい、それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。バイバーイ。開かないです、これ。なんで、なんでですかね、なんで開かないの。